は今なんだっけ、ドードメガドードリオ、メガドードリオになったメガ進化号みたいなね。 The Wheel of Fate is turning。 はい、バング対レディウス見ていきましょう。おい、カイマくん、いろんな形勢が飛び立って、ジャンエイが引っかかって、ワンコンボいいから、ジュラスバーストキって、もう一回どうする、ジャンディが引っかかる、攻めているのはバンガワ、暴れていく、サンジーから重ねて、ワンコンボ、下段戻ってきた、あ、やべ、繋がってる、これかっこいい、あ、いろいろあって、画面外れ、なだ、ダース投げを通す、どういうから、4、6、4、あ、だから3、4、シューズが重なっている、あ、危ねこれは、バーチャンランブで3を取って、クラッシュトリガーも挟んでワンコンボ、1ラウンド目取ったのはメガドードリオ君のバング、長えな、2ラウンド目、今度の戦ではバング側、ジャンエに引っかかって、おい、2D を攻め、山のマークをゲットして、総称でワンコンボ、1ラウンド、全然通して、位置が変わる。DB から ABACD 入れて下段1枚からのワンコンボ、 5C6D から外だ、逆の画面外れ、ワンコンボ、ルフィがしない、さすがに戻る、シューズが少なくて、あー、ドッグイからワンコンボ固めてバージョン嫌っていく、DB が引っかかって、もう1回ブーン戻ってきて、なんとからラスト切って上りじゃないの、強い、落として DD 入れっぱずるせ、オーバードライブ、これは何かな、上っていく、これはボルテード、ボルテード足りる、足りない、ジュース重ねて、うわー、マークが4枚あった、疾風撃からどうなる、もう一回上入れるから、その程度、いやーいい、もっともっとバング自体が怒られていく、いやー投げを通して殴っているのはリリースが、バスでもう一回 B が置いてある、ランウェイから A に感じ、右から固め直して投げを通す、1、ドイが投げ、マジか今の、何対策、いろいろあって勝ったのはメガドードリオ君のレディウス、ちょっとぐちゃぐちゃになったけど面白かった。まず貴様が持っているとはな、あ、先方戦勝ったのは、アセンゼットの噂の機会をそう、ツイッターで回ってきてびっくりした、なんだっけ、金色の羊さんのバルケンハイ、すいません、はい、金色の羊さんのバルケン VS、これはパチノコさん真珠なんだ、はい、画面端に殴ってるのはバルケン側、ドロップキックからサウジできなくて、あ、バルトルしていく、バーストでカットしてどうする、ドロップキック、おお、なんかふわっとジャンビー引っ掛けてワンコンボ、サウジダウンを取って下段が見えない、おお、ガミシーからワンコンボ、6位から2位肩から入ってもう1回、おっ暴れている、バースト画面外にしたい、フェンリルが引っかかってドロップキック、ミッチー押し置きされていく、1ラウンド目取ったのは、金色の羊さん、ロケダイがしっかりしてゆっくりボタンを押している、10ラウンドから押しつけ、あ、しっかり押す、おお、素晴らしい、ビビッドオクシーから青いよ、問題なくてもう一回ビビッドから寝かせて、いいから、で、暴れつかれて中段が見えなくて、バスアップ肩が入って中段、ワロ、下段が見えない、ジャンシーリーから、もう一回
ガッピャン見えないガジャンいろんな応酬があって集まりへバックスに引っかかるうおーマジかー相手が普通にコンボするすげえリズムトリガー 6E から 6E の 6E レンリル足りるかこれ足りないどうぞめっちゃ重ねて3死うわいろいろあったラウンド取り返して最終ラウンドへいろいろあってまず 2D で様子見よううわーマグル振りしたバーッと読んでもう一回離してよー人数は出残おおっおっきたもう1位からワンコンボここに何を持ってるのだから全然しっかり買ってバグ手通してもう一回一気に読んでああバルビーからジャンビーが引っかかるワンコンボから入ってもう一回そしてドロップキックからドロップキック重ねてバーキャン無理はしないスタイルジャンビー引っかかってつながっているバーストでカットしておお追い払っていくうわこれは BCBC からのバレットレインまで素晴らしいこれ下に落としたらバースト溜まってたからねもうそういう判断素晴らしい勝ったのはアステンゼットおめでとうございますおじいさんは中心なんですね変身できるってすごいですねあったなあと尻尾も触っていいですかこれでベスト4が出揃ったのかなビックリ4期でいいんだよねビックリ4期出てくるのはバルケンハインおじいちゃん対おじいちゃんなん5部や5部 The Wheel of Fate is turning Rebel 1そうやな多分俺の感じはジジイかクラメイト先に触ったのはクラメイトバルケンクラダから入ってフォロワーボルセンなんでまたまたから入っていくクリダのおじいちゃんのやんちゃだな完全にブレイブルードを打ってんだほんで8秒決まったエーヒンメルからはい、続いてボタンを押していくおっ、いろいろあったぞ。で、押せる。大きいから、エナが取って。引っ掛けて、画面を見て。いいから。バッキャン無理やりな言われていけ !1 ラウンド目取ったのは、ビックリさんのバルケン。レボン2、アクション。どうくらべるキャンプ2ラウンド目。ダウンドスクロは、ボルだから。そこではないな、はい、ワンコンボ取り返して、サジランドへおじいちゃんだよ、おじいちゃん、賛成っぽいねそうね、そういうことないもんねおっ、あっ、パスオフおっ、画面当て鍵にゲットしたのは、ヒンガのバルケンハインお、一個目だ。しっかり全然で返して。いい。いいから。ジャンシー、カブシャンシー、エラン、サナシーに引っかかる。この仕様はちょっと痛いが。BC6B から。BC、もう一回。ガーディアンを通していく。お、C が引っかかって、ジャンシー見えない。お互いバックして。お、見けまった。お、キャン。おー。中断が見えなくて勝ったのはヒンカさんのバルケンおめでとうございます
場大商店街、で、先方勝利したのが、それに教会の影響、ビックリドンキー、どうか、その拳に心がこもっていないように思えました。違うな、それでは形を見せても、神殺しの剣か、私には勝てませんぞ。The wheel of fate is turning. Rebel One, action. はい、大将大将で見ていきましょう。先に刺したのはラグナガワ。C 熱敗から B C E D。キャンディーが頑張ってワンコンボ。カラカラで画面だけ。ちょっと待って、なんか出てたぞ。あれマグリフィッターじゃね？距離圏から2人だけ踊って、ビビロークリーが見えなくてバスト、どうする、お互い助けに、これなんかこの距離圏見たことある、これなんかあれだな、まあやめとこう。スプラストリガーガードしててめえ継続2位からスプラストリガー、今度はカウンターシングル3位、まだ終わりじゃねえぞ、デッドスタイル12位から昇竜拳まで。1ラウンド目だったのは溝江さんのラグナー、なんかラグナ久しぶりに見たな。20フェイタル進む、6へガントレット派だったら、6へブラッドサイズガントレットを対策して C から、どうなる、さあ次のカウンター、確認してコンボするもバーソルカットして昇竜拳、6D から4D 連れてしまった、スラム見えなくてブルントリガーでワンコンボ、お互い立ち回ってるふりをしながらブラッドサイズ、ブラッドサイズどっか行って、どうなる、お A を刺して踊り始めた、いろいろあってターンが変わる、あブラッドサイズはまずい、おっ 2D 形成カウンターして A ですから B ガントレットハーデス、 B からまだ終わりじゃねえぞ、走って何もしない、 B からガントレットが見えなくて 3C まだ終わりじゃねえぞ、カーネジジャマで勝ったのはすごいさんのラグナーで、決勝は神殺しの剣、おめでとうございます。バカ撃つな、で次